このように、近年多発している氷害を受け、保険会社が事前に警報を通知するサービスを始めました。このサービスは、氷による被害を減らそうと、三井住友海上火災保険が自動車保険と火災保険の契約者を対象に、先月二十六日から始めたものです。サービスは、 積乱雲の解析データから地域ごとに危険性を予測し氷が降るおよそ20分ほど前に契約者宛に注意・警戒をショートメッセージサービスに通知します契約者はショートメッセージに貼られたリンクにアクセスすると氷が降る地域を示した地図が表示されるという仕組みですまた、被害を軽減させる対策として 車にカバーをかけたり雨戸を閉めるなどのアドバイスも表示されるということです今月5日に県内各地で確認された好評では伊勢崎市や前橋市、桐生市の契約者およそ3万人にアラートが配信されたということです 今後も、氷災に関する知見を高めるとともに、効果的な実回避行動に関するノウハウを蓄積し、同様の課題を掲げる全国の地域へ、さまざまなソリューションの提供を進めてまいりたいと思っております。